はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。なんとリンゴルフでこの背景の中に溶け込むことができました。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。みんな、うちからしたらおめでとうございます。今日出ていただくのが、あのジャンガーの安田教祖と小暮さんです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そもそもジャンガー、ジャンガーチャンネルは、ジャンボーザックス、プロ、もしくはジャンボ軍団のマネジメントをする会社が、主となって、ゴルフの普及というか、ジャンボ軍団ってこんな人間がいるんだよ、怖い人じゃないよというのもね、ちょっとね、世間的には偉大すぎて怖くなってしまう。いや、だって見た目がなって俺そんなことないよね。なんでそういうのをね、こうちょっと世間の人に知ってもらおうかなというんで、株式会社ジャンガーが、主だって始めたチャンネルですね。ゴルフ業界の中でプロが YouTube チャンネルやるって多分めちゃくちゃ早いってことだと思いますね。ああ、どうなんだろう。うちの人間はどちらかというとデジタル弱いんですよ。もうアナログなんですね。はい、で、それをうちのタワラーが、僕がパソコン使い出すようになったのはタワラーの影響で、パソコンぐらい使えないでどうするんですかって怒られて、はい、YouTube しかやってないんですけど、はい、パソコン使えるようになって。で、リンゴルさんいつぐらいから始めたんですか？2年前の4月ぐらいに思い立った。思い立った。どうしてもゴルフの番組がやりたいとか、ゴルフのことに携わっていきたいとか、いろいろ思い描いたものがあったんですけど、全部やれなくて、ゴルフ番組やれなかったし、どうしようと思って、じゃあ自分たちで自分がメインになってやれば好きなこともできるし、どうなるかわかんないけど、ゴルフの番組とかゴルフに関わっていきたいっていうのがあって、相談をして、お兄さんが協力したり。そうですね。この会社が YouTube 結構やってて、僕はそういうの得意なので。はい、はい。じゃあゴルフ自体はもともとすごい好きだし。すごい好き。もう20歳から始めて、もう趣味がもう本当に好きすぎて、だからその思いを最初インスタグラムで伝え始めたんですけど、でインスタグラムだと伝えきれないことが、ああそういうことね、はい、短くすぎて、もう一瞬のものでしか伝えられないし、文章もそんなに長くも書けないし、っていうのうちのね、ジャンガーっていう名前は、はい、ついでだから話すると、はい、英語でジャンボ、ジャンボザキプロのジャンボ、J-U-M の B-O ですよね。それにタイガーウッズの、タイガーが、ね、G-E-R、はい、あれをミニチュアのダックスがいたんですけど、はい、もう今亡くなっちゃったんですけど、はい、その犬につけた名前がジャンガーです。犬の名前から。そうです、そうです。ただうちのジャムさん飼ってる犬はそれぞれ名前があって、はい、今はミッシェルちゃんと、はい、あとリョウガ、リョウガ、リョウ君ね、リョウガだと思って、それであとタイガーとかでリョウガ君、リョウガ君、はい。ジャンボ軍団って何なんですか？わかんないよね。そもそもそれを知りたい。すみません、ちょっとここで提案をちょっと言っておきたいんですけど、はい、YouTube でゴルフを見てる人って、はい、ゴルフでジャンボ軍団を知ってて当たり前っていう層と、はい、リンゴルフを見てる層ってそもそも知らないっていう層が8人くらいでいるんですけ ど、うん、なるほど。多分コメント欄書いてる人この2くらいの人がすごく多くて、うん、こういう程度質問してるのはわざとだっていうのも半分お尻置きいただいて、はいはい、書いていただいてると思います。ああなるほどな、はい、もう全然、ジャンボ軍団っていうのは、数々軍団って呼ばれる人たちがいるわけです、はい、で芸能界でも武志軍団さんとか、はい、いろいろ軍団ある、ゴルフ業界だと、はい、要は、ジャンボ軍団とか芹沢軍団とか、はい、雑草軍団とか。雑草軍団って何ですか？僕知らない知らないそういうね、軍団がね、結構あるんですよ。へー。で、そもそもジャンボ軍団っていうのは、名前の通り、レジェンドのジャンボ尾崎プロが筆頭に、はい、弟さんのジェット尾崎さんとかね、直美さんのジョー尾崎さんとか、うん、それにメシアイプロだとか、うん、そういう人たちが集まってみんなでトレーニングをしてるというので始まったんですね。でプロの世界ってやっぱり一人でトレーニングするのってすごい過酷なんですよ。でも過酷だけどもみんな一緒にやれば耐えられるよねっていうのが始まりで、
それであのジャンボ3兄弟に、飯合いプロだ、金子中堅プロだ、東聡プロだ、それで川岸さんだっていうのが入ってきて、ジャンボ軍団っていう形になったんです。じゃあみんなでゴルフを上手くなっていこうっていう目的なんですよね。はい、それが歴史がずっと続いてきて、今原恵梨香さんのところまで来てるっていうのがすごいですよね。すごくこう、上の方たちのイメージでした。だから原恵梨香ちゃんと会って、うん、初めてジャンボ軍団にってことを聞いて、うん、そうですよね。若い人もそこに行って何かをこう、で原恵梨香ちゃんのスイングが衝撃だったんで、うんうん、何かきっと秘密があるんじゃないかなと思って、すごく興味があった。まあ元々ね、恵梨香ちゃんはあのそういうものは持ってたんだけど、うん、それをまあ、あのもうちょっと豪快なゴルフがしたいって言ってね、うん、まあうちも去年、一昨年ぐらいそうかな、まあ、高校生ぐらいから気出して、うん、いやでも心ちゃんは豪快なスイングは変わらないんだよ。豪快さが違う。この間だから小暮もあのちょうどエリカちゃんと練習ラウンド、ね、一緒に行ってきたんですか。ちょっとラウンド行ってきまして、はい、ちょっとヒール食うとやばいです。もともと小暮はあのもう半分プロになった人間なんで、はい、あのずっとねうちで研修生として、はい、QT も1回受かって、うん、でまあマンデーとかねそういう試合には出たことあるんで、もうゴルフの実力はもう相当なもんです。まあ動画の中では僕あの対等だみたいなこと言ってますけど、実力的にはもうプロレベルなんで、その小暮があのエリカちゃんと回っても、うん、やっぱヒール食らったら負けちゃうっていうぐらいの。飛びなので、やっぱりここに来て飛距離も何も伸びたんですか。やっぱ伸びてる。伸びてますよ。伸びてる。伸びてる。だって僕は見てるから、うん、コースも見てますし。ここに来る人ってどんな人たちなんですか。そのプロもいると思うんですけど。プロだとやっぱりあのそのおこちゃんが言ったように、あの、まあ、今はもうシニア世代の、金子中堅プロだとか川岸良堅プロ、まあ、その他に言うと、川野浩一郎プロ、ね、うん、で、まあ、うちの所属でいる山田龍太とか、うん、まあ、あとは、まあ、ジャンボさんが、まあ、メインですけど、あ、小平ね、あ、小平とか、まあ、以前はね、あの美穂ちゃんとか、ここが美穂とかも、まあ、現役時代でね、まあ、なんか普通に練習しに来るんですか。あの、まあ、もちろん何かこうきっかけがあって、はいはい、来て、まあ、ジャンボさんに、やっぱりあのジャンボさんであのいろいろ苦労もしてるけども、まあ、また持ち上がって職業になったりとかっていう、こう、なんていうんですかね、いろんな経験があるんで、やっぱりあのプロからすると、やっぱ最終的には困った時には聞きたいっていう、多分存在なんだと思います、プロからすると。それなんで、まあ、連絡来て、ちょっとジャンボさんに教わりたいんで、なんていうプロが来てるって感じかな。打つのがメインだ。それもトレーニング、生活すべてがゴルフ。多分今あのここ来るとき見てもらったと思うんだけど、全面芝でね、はい、まあ、後で見てもらいますけど、グリーンとかね、バンカーもあり、はい、これが一ホール、ゴルフ場の一ホールじゃないかっていうぐらいの練習場があるわけですよね。それをするためには、まあ、例えばジャンボさんなんか言っちゃうと、僕らなんかよりも先に来てるんですよ、もうこの場合。来て芝の草抜きをしてみたりとか、今なんかホームセンターに資材買いに来て、もうもうすべて自分が思ったことをすべて自分で実行される方なんで、あそこが足りないと思ったら何か買いって自分で作ったりとかっていうことなんで、ここに来たらもう ほぼゴルフのことだけ。だから毎日来てるジャンボさんはゴルフのことしか考えてない。じゃあご自身も毎日ここで練習する。はい、まあ、あの年齢的なこともあるから、こう若手みたいにね1日3箱だ4箱だっていうのは、まあ、打てないんですけども、うん、まあ、気がつけばもうあのクラブ持ってね、うん、アプローチしてたりとかっていう環境がここにはありますよっていうことですね、うん、まあ、なかなかねうちちょっと敷居が高いもんですから、はい、どういった方がここに来れるんですか。基本的には、はい、ジャンボさんが許可を出した人間だけ、お、まあ、あくまでプライベートな練習場なもんですから、うん、まあ、一般の方は入れてないですし、うんうん、たまに YouTube でもあの出てくるあの人は一般の方でいるんですけど、うん、まあ、おしゃれ番長とかね、うん、いつも綺麗な、うん、すごい格好で練習来られる方とか、そういう方はまあ基本的にはジャンボさんのお友達というか、はい、
の仕事の関係の方とか、うん、そういう方たちが来てますね。今日取材だから、今日はもうあの一応あのジャムさんに許可取ってもらって全然大丈夫ですあとはだからちょっとやっぱ今後のためにもね、うちはジュニアをねちょっと指導していかなきゃいけないっていうのもありまして、まあ、アカデミーもやってるんで、まあ、今日はあの雨なんか来てないですけど、まあ、土日はやっぱり常時5、6人の、高校生以上のね大学生までの子が来て練習してね、まあ、それを教えたりとかいうことをやってます。教える先生は基本はジャムジャムさんが目で見ても直接教える、うん、小暮なんかもあのやっぱもうプロの目線があるんですから、あの人がいないときはちょっとあの行って教えてやってくれよとか、うん、いうことでやってますけど、まあ、僕はあの競争とか言われてますけど、僕は基本アマチュアにしかレッスンしないですから、それプロにあの目指す人間ってうんぬんは言わないですから僕は下手くそから始まってるんで、下手の気持ちが分かるんですよ。だからあの試合に出るときに緊張して手が震えるとか、あのまあ、今プロアマ問題になってますけど、はいはい、プロアマのお客さんでもやっぱりあのジャムさんと回るお客さんってこう手が震えてね、はい、あのティーが乗らないとかボールが乗らないとかっていうお客さんもいるんですけど、やっぱそういう人の気持ちが僕は分かるんです。それを僕は下手目線というかアマチュア目線で話をして、はい、小暮はもうプロ目線として話をするんで、はい、そこでいろんな話ができるんです、はい、お前はうまいからそういうこと言うんだみたいな。まさいちゃんね、あの緊張してするから、緊張してするから心ちゃんも緊張する、しますするの映像見てるとあのなんかひょひょいっとやるから緊張しない子なのかなと思ったんだけど、めっちゃします。するからさ、